状態が消えるまでお座りのままお待ちください。この入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先通信用の電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は1番スポットに入る予定でございます。